早稲田大学川口芸術学校早稲田大学川口芸術学校はかつて存在した芸術専門学校2003年に埼玉県川口市の映像新産業拠点スキップシティに開校映像と情報コンテンツ制作者を養成することを目的とした3年生ピルマの映像情報科と4年生ピルマの映像文化学科の2学科映像情報科では 一年次及び二年次前期を少人数によるグループワークなどを中心とした集中実習型の映像に関する後半カリキュラム。多作な制作による実践教育と周辺の専門分野の座学を提供していた。デジタルシネマアニメーション、映像芸術表現、映像ジャーナリズムの専門ゼミを有し、二年次後期から卒業までセミによる制作指導を提供していた。 主な一年次カリキュラムは、グループワークを中心とした、集中十習形式の情報リテラシー、写真、視覚表現基礎、ドキュメンタリー制作、シナリオドラマ制作、立体アニメ、平面アニメ、CG 制作、音響デザイン。専門分野の座学は、メディアリテラシー、映像ジャーナリズム、メディアアート等が設置されていた。 その他全校的な授業や学校行事としては、夏の軽井沢セミナーや、学祭参加、卒業制作展、公開講座、インターネット生放送実習等を行われていた。卒業生には、西原隆小林達夫、奥田洋介などがいる。奥田は、卒業制作から続く三部作作品、青春墓場。 明日と一緒に歩くのだで、2010年、夕張国際ファンタスティック映画祭オフシアター部門、グランプリを受賞した。2011年度より、映像情報科、映像文化学科の募集を停止。在学生が卒業するのと同時に、早稲田大学川口芸術学校は並行となることが、決定。2015年3月に、並行した。ありがとうございます。